はい、今日はの鶴岡芳斎の時杏仁の、夫婦の話ですよでした。お二人いかがでしたでしょうか今日は。いやおかげさまでなんとかね、この状況でも、なんとか できて、どうですか野崎さん。はい、無事開催させていただいて、ポピュラリティのない夫婦の話をね、がっつりできたと思うんで、あるあるが何一つない話を、でそういうふうに何でしょう、自分たちが、私たち少数だよねって言って人と集まることもできない感じの思いを今日やっと人前で話せた感じがね、少数派ですら ない、なんか少数派で集まれるあれでもない感じ の、まあ、夫婦でね AV の現場で働いてる人なかなかいませんから ね、そういうので、はい、そういう話をたっぷり今日聞かせてもらいました。アーカイブ化だから、12月19日まで、はい、見れます。まで見れるんで皆さんぜひね、ちょっと見てあげてください、本当に。ツイキャスにて。ツイキャスで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。